高速で手を振りすぎて、みんなにはこの手が見えてないだろう。デコピン。よう頭文字の人、ハートありがとうございます。なんかご飯食べてからやろうかなって思ったけど、戦は終わりました。そう、ご飯食べてからやろうかなって思ってたんですけど、まあ今の時間を考えて次のバトルのことを考えたら、あのご飯食べてちょっとゆっくりしてからやってると、まだちょっとしかできないっていうね、現象に陥るなと思ったので、そうショールームがね、そう戦終わったので、戦終わってご飯食べてちょっとゆっくりしてから配信だと次のバトルとまたかぶっちゃって、バトル終わった後だとまた遅くなりすぎちゃうので、ちょっと先にやろうと思って、そう昨日も早く寝ようって言いながら結局寝たの4時だったからなんで4時になるのっていう感じなんですけど、髪が乾かないのよ。髪を乾かしてたら朝になるのよね。そうお腹減ってたのに、そう腹が減っても戦をするって感じです。どこかのことわざのような感じですけど、どうかしら文字の人、服ありがとうございます。久しぶりにね、忘れた、言いたいこと忘れた。そうそうなんですよ、髪を乾かしてたら日が暮れ、ん日が昇る、昇る鯉のぼり。絵が頭文字の人、服ありがとうございます。お頭文字の人も服ありがとうございます。そうなんですよね、みんながカレー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 って言うけど、私の今日の夜ご飯はホイコーローです。そうが頭文字の人、服ありがとうございます。なぜならば今日お昼ご飯がホイコーローで、まだホイコーローが余ってるからホイコーローを食べないといけないんです。ピエン、だからね、嫌なんですよね自炊するの一人暮らしあるあるだけどさ、一食じゃ消費できないじゃないですか。もうそう一食じゃ消費できないから、昼と夜がだいたい同じメニューになる。昼の残り物を夜食べたり、前日の夜の残り物を次の日のお昼に食べたりとかね。そう、その朝だけとか昼だけとかで食べきれないからさ、そう一緒に なるんですよメニューが。そう食べきれないじゃないですか、そんなの。そうだからね、それがちょっと嫌だよね。しょうがないけど、でも逆に一食分だけのために作るっていうのもそれはもったいないから、まあ、2食分でそれで作れる方がいいんですけど、その昼ご飯だけとか夜ご飯だけ作るっていうのできないから、そう一人前にするとコスパ悪いしね。なんだよ、一人前にするとコスパ悪いし、普通に作ると余るから献立が一緒になるし、まあでも一人暮らしの宿命っていう、まあホイコーロー自分で、あでもねみんなが思ってるような作り方じゃないよ本当に。キャベツ切って混ぜるだけ、ちゃんと汁とか作ってないよ。そうキャベツ切れば OK みたいなやつだから、そんなあれじゃないです。うん、そんなあれじゃないよ、みんなが思ってるほど褒められるような自炊じゃない、ごめんけどごめんけど研究生の頃に緊急事態宣言が初めて
て出た時は、あの初めて出た時は調味料とかも自分で調合して、みりんを生まれて初めて買ったりしましたね、一人暮らしで。研究生の頃みりんを買ったり、その醤油とかそういうだしとか買って、なんかお味噌汁もだしから やってたりしたんですけど、今はもうこの通り何もしておらぬのだよ。うん、夜は卵で閉じる。ホイコーロー卵でね、どんな味になるんだろう、ちょっと怖い味がしそう。でもなんかカレーの話をしすぎて口がカレーになってるから、カレー以外食べたくない気持ちではある。うん、気持ちはある。調味料も自炊続けないとあんまり。そう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 、そうなの。そう、なんかあのその研究生の頃の緊急事態宣言が出て毎日自炊をしようって思ってた時に、あの砂糖を買ったんですよ。なんていうの、袋みたいに入って、500g 入った大きいなんか砂糖を買ったんですよ。砂糖をなんか湿気ないようになんか密封のタッパーみたいなのに入れるんですけど、やっぱ時間が経つとさ硬くなるよね、あれって。そう、硬くなるからね。うん、だからね、嫌だ。ふさん、カレーの辛さは何口が好き？何口が好き？辛口。辛口以外はカレーじゃないのかなって思っちゃう。前買った砂糖は10年ぐらい。そう、すごいね。10年はすごいね。そんなことある？10年、10年選手入場。10年選手に入場です。砂糖使わないのに料理に。そう、料理にね。まあね、でもお菓子とか作る人はたくさん消費しそうですけどね。米だけ食ってれば砂糖なんて一生なくても生きていける。いやでも砂糖好きよ私。砂糖美味しいよね。最近元気ない、超絶可愛く元気出してって言ってくれたら嬉しい。プンプン。パワー。元気出たでしょ、元気出たでしょ。砂糖を煮て溶かしても美味しい。砂糖を煮て溶かしたらイカゲームになる。ふっぴちゃんドライブ楽しんでる。ふっぴちゃんドライブね、なんとかみんなのおかげでちょっとずつ強くなってきた。その一緒に戦うチームの人がいるんだけどね、なんか怒って伸ばす人と褒めて伸ばす人ってさいるじゃないですか、世の中には。同じチームのギルドのメンバーの、私と一緒にモンスターを倒してくれるメンバーの人たち、みんな褒めて伸ばしてくれるタイプで、前より強くなってるねとか、前より慣れてきたねとか、前より攻撃のタイミング良くなってきましたねって言ってくれても、私は褒めて
伸びるタイプなんですよ。なんか怒られるとなんか萎縮しちゃってできなくなるんですけど、褒められると伸びるタイプなんですよ。だからすごい褒められるから、そう、気持ちが前向きになれる。なんか怒られるともう やりたくないってなっちゃうんですよね。そう、褒めてくれるからね、すごい、もっと頑張ろう、もっと褒めてもらえるように頑張ろうって思いますね。犬みたいですね。そう、犬も怒るとね、しつけは覚えないんですよ。褒めてね、伸ばさないと。滋賀頭文字の人、服ありがとうございます。褒めて伸ばす方が確実に伸びます。そうだよね。先ほど頑張ったね。でもいろんなタイプの人がいるよね。今見てくださってる人もいると思う。なんか怒られたりとか注意されるとなんか悔しくてもっと頑張ろうって熱が入ったりとか、その見返してやろうっていう気持ちで伸びるから、こう怒られる方が、ね、怒られたり注意される方が伸びるっていうタイプの人もね、こういると思うんですけど、もう私は断然褒めて伸ばされる方が好きです。うん、ごは頭文字の人、服ありがとうございます。そう、断然そうですね。もう怒られたら本当にすごい落ちちゃう気持ち。なんかなんで私はこんなにダメなんだって思ったりとかする。うん、こう見返してやろうっていう思いが湧かないタイプですね。私はなんかそう性格的にね、多分そうだと思う。そう、注意されたことに対して絶対見返してやろうって思ってメラメラするよりも、この人にもっと喜んでもらおう、もっとすごいって思ってもらおうって思う方がなんか燃える。そのポジティブな気持ちの方が燃えるんですよね。燃えるっていうか、そういうタイプですね。もっと喜んでもらおうって、そう思いますね。そうなんですねえ、ねえ、そっちでメラメラする。そう見返そうっていうのでメラメラじゃなくて、もっともっと喜んでもらおうってメラメラする。そっちで、そう私がもっと頑張ったら喜んでもらえるのかなって思いますね。そっちタイプです私は。そうですよ。こんばんは。相手の喜びが自分の喜び、もう本当にそう、私結構そういうタイプですね。だからファンの人に対しても思っちゃう。ファンの人がすごい褒めてくれたら、もっと褒めてもらえるように、もっと喜んでもらえるようにお仕事頑張ろうってすごい思いますね。そう嬉しいもんね。だって喜んでもらえると嬉しいもんね。そうだもんね。そうだよ。土曜日劇場に行きます。ちまちゃんのサイリウムを絶対に振ってねこれは約束。そう冬っぴちゃんのドライブ大成長に喜んでます。いや嬉しい。この方もすごい教えてくれるんですよね。そう、本当に教えてくれてありがとう、たくさんありがとうございます。次のバトルも勝ちましょうね。みんなが教えてくれるからね。そう、同じギルドの人が。フサンのサイリウムはバッテン、気持ちで振ってください。フサンのサイリウムは、フサンのサイリウムは心の目で見るから、ちまちゃんのサイリウムを振ってほしいな。私はちゃんと心の目で
紫2本確認できるから、できる能力を持ってるから。そしてトーク会にも行きたくなる。ぜひ来てください。待ってます、待ってますよ。せっかくね、ドライブのドライブでドライブの縁ができたのでね、嬉しいです。私もなんか来てほしいっていうのもあるけど、なんか直接お礼を言いたすぎますね。本当になんか一からみんな教えてもらって、そうそう本当にそうそう、なんかお礼を言いたすぎますね。直接顔を合わせて、僕の応援を不参に認めてもらいたい。いやもうね、すごいね、そういうのはやめましょう。はい、やめましょう。本当にすごいね、たまにそういう、そうそう言われたりするんですよ。もうこのなんか全然応援できないから微力すぎて申し訳ないとか、そう認めてもらいたいとか、そういうのね、やめましょう。そういうのはなんかそういうのじゃないですからね、本当に。そうそう、気持ちですから。本当認めるとか微力とか、なんか逆にこっちが申し訳なくなっちゃうのでやめてください。もうね、嬉しいですから、もう嬉しい気持ちしかないんですよ、応援されててね。そうだからね、そう認めるとか認めないとかね、微力とかね、ちょっとの力しかね応援できないとかね、会いにはいけないからメールだけしか取れないとかね、たまにねあるんですよ。そうファンレターだけしか送れないですけどとか、うん、本当にやめてほしい、そういうの。もうありがたいから、そうありがたいと思ってるから、そんなね、このね、なんていうの、優劣というかね、そういうの全くないしね、その微力とか微力じゃないとかね、関係ないですね。そう私にとったら知ってもらえてるだけもう大大大感謝なので、そう知ってもらえてるだけでねありがたいですよ、本当に。そうなんですよ、だからね、ファンの人に優劣ないですし、そのちょっとしか応援してないとかないですし、そうそう、もうなんか知ってるだけでありがとうって思いますね。だって48グループで言ったらもう何百人っている中から見つけてくださること自体なんかすごいなって思うのでね、そんな悲しいことを言わないでください。私はもうちゃんと知ってくれてるだけでありがとうなので、そうそうそう、まあ頭文字の人ハートありがとうございます。好きになった順番関係ない、フッピが好きならみんな、そうフッピが好きならみんな仲間だし、いや本当にね、そうですよね、アイドルなんてもう数えきれないぐらいいますからね、その中で知ってくれてるだけでもうありがとう、ありがとうって感じです本当に。そう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 、だからね、みんなありがとうよ本当。だからね、逆にね、この寂しい、私がそんなことない、そんなこと思ってないからさ、そう認めてないよとか思ってないから、もう言わないでね。悲しいから、私が悲しくなってしまうから。だからこれからもね、自分ができる応援方法で応援してください。まあ会いに来れなくても、もう100歩譲ってね、いろんな事情があって会いに来れなくてもね、会いに来てくれたら、顔見れたらすごい嬉しいけど、そう100歩譲っていろんな事情があるから会いに来てくれなくても、全然ね、ショールーム見るだけでも、ツイッターいいねくれるだけでも嬉しいので、ぜひまずは知ってください。そうですね、キア頭文字の人、服ありがとうございます。そうですね、とりあえず嬉しいです、私はとても、私はとても嬉しいです、それだけは言いたい、何度も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 言いたいです。
会いに来れる人だけがファンじゃないし、それは分かってるので、自分の応援できる方法で応援してくれたら好きが溢れます。好きが溢れます、好きが溢れます、する。そう、私もね、すごいなんかポジティブな考え方になれるようになってきたから、みんなもぜひポジティブな考え方になれるようになってみてね。そうそうそう、自分がね、応援、そう、人それぞれの応援の仕方があるからね、そう、その応援の仕方でね、いいんですよ、何にも悪くないよ。そうですよ、本当に本当にそうですよ。しかもファンの人ってなんだろうな、応援するのが仕事じゃなくて、なんか楽しむのがファンの人の仕事だと思うから、単純に、そう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 、何事もベースは楽しんでね、楽しむっていうことが一番のお仕事、押す方のね、手辺の方の押すお仕事だと思うから、そう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 、うん、だからね、楽しんでねもらうことがね一番だと思いますね。うん、だから私もね、いろんなお仕事とか見て、ファンの人がね楽しいなとかね、嬉しいなってね言うね気持ちにねなってくれたらね、非常にね嬉しいです。私は、そう、非常にね嬉しいです。私はね、本当にね、そう思いますよ。そうそう、単純に人生を豊かにするためのなんか仕事だと思うからそう、最近ねすごい感じますね。なんか直接物を売ったりとかさ、作ったりとかさ、する仕事ってさ、すごいなんか、なんだろうな、それがないと生きていけないけどさ、アイドルはさ、なんか、なんだろうな、物を売ったり買ったり、生活必需品ではないけどさ、でもさ、アイドルはいるとさ、心がさ豊かになるじゃないですか。私もそうだけど、そうそうそう、こんな感じでさ、なんかコロナ禍でさ、家にいる時間が長い時とか、ライブの DVD 見たりとかでさ、そう、曲聴いたりとかでさ、なんか心がさ、なんか明るくなるからさ、そのためにいるから、なんか見てもらえてね、幸せだなって思ってもらえたら、さんはすごく嬉しいですね。新潟頭までの人、いいね、ありがとうございます。そうそうそう、なんか私はなんか自分のことを言ってるんじゃなくて、自分もすごいいろんなアイドルさん好きだからさ、48グループも好きだし、46グループも好きだけどさ、なんか生きてるだけでありがとうって思うんですよね、推しが。うん、ソーダさんとかに対してもそうだけど、もう本当に存在してくださってるだけでありがとうございますって、 SNS に生きてる写真を上げてくださってありがとうございますって本当に思うんですよね。そう、なんか同じ世界に生きてるんだって思うだけで頑張れる私は。どうが頭文字の人、サイリウムありがとう、マン頭文字の人、ハートありがとうございます。そうそう、同じ地球に生きて頑張ってるんだって思ったら、なんか頑張れる気がするんですよ。そうそうそう、
なんだよ。素晴らしいね。てかこうやってお家でアイドル見れるし、ハートハートとハートっていろんなハートあるよね。これと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 、これ何の話、あとこれ顔ハートって言うんだって。指ハート、両手ハート、羽ハート、逆ハート、腕ハート、顔ハート、我が頭文字の人、お花ありがとうございます。すごいよね。次は何のポーズが流行るんだろうね。ピースって永遠だよね。プリクラ最近撮らないからわかんないけど、虫歯ポーズとか流行ったよね。キア頭文字の人、サイリウムありがとう。虫歯ポーズ、女の子がよくやる。最近のプリクラも撮ってないからわかんないけど、一番直近で撮ったプリクラはもう目がプリキュアでした。リアルに目がこっからここまであった。本当にうーじゃない、本当本当にすごい。いつだろうな、去年のいつかに、あの K2 の9期あーやとえなちゃんと私とさやちゃんとちまの5人で、あのプリクラ撮ったのね。こんなんだった、こっからここまで目あった。もうほんとリアルにびっくりした私。もうびっくらこいた、自分が自分じゃなくなるようなもはやこれは自分なのだろうかって思ったけど、プリクラドリームみたいな。まあね、いろいろ思うことはあるかもしれないんですけどね、なんか一種の夢じゃないですかプリクラって。そう、写真だとさ、まあ自分の現実だけどさ、プリクラだとさ、もうなりたい自分にさなれるじゃないですか。このキラキラしたり目が、そうそう、夢だからね。いいの、あれはもう夢だから、なりたい自分になれるの、シールで、プリクラ写真で。そう多分普通の自分の顔が良かったら自撮りでいいからね。そう憧れにの理想になれるから、プリクラはね。そうプリクラドリームです。本当すごいよね。本当にこの顔だったらもうなんか人生一生顔を見せながら歩こうって思うもんねそうプリクラみたいな顔に現実になれたらもうこの顔見てって言いながら歩きます、駅でもどこでも。声を大にして叫びながら歩きますよ、本当に毎日。もう玄関一歩玄関出てからもうずっと叫びながらね、練り歩きますよ本当に。こんなにキラキラの顔になれたらね、いいよね。ね、時代がすごいよね。まあかしらもね、ハートありがとうございます。さあ毎日楽しい、なんかね360、人間だから365日毎日超ハッピーってわけではないよ。もちろん
なんていう、紆余曲折あります。毎日ハッピーでしかない人はいないと思うけど私も例に漏れずそんな感じです。楽しい日もあれば楽しくない日もありますよ、人間だもの。人間だもの。まあでもなるべく明るくいれるようには考えてますけどね。うん、そうそうそう、人間だもの。紆余曲折あるじゃないか、だって人間だもの。だいぶ前に東山動物園のプリクラだった。なんかさ、駅とかにたまにあるプリクラとかさ、動物園とか水族館にあるプリクラってさ、昭和を思い浮かべませんかあれなんだろうね、なんか時代とともに、ゲームセンターのプリクラ機は時代とともに進化していってるのにさ、あの動物園とか水族館とか、あのテーマパークとかにの外に置いてあるなんかプリクラ機は退化もしないし進化もしない気がします。ずっと一定の画質あれ何なんだろうね、ずっと謎なんですよね。俺の人生の上は SKE。 フサンも今 SKE で潤ってます。フサンのショールームある日は幸せだから、1年に幸せの日を。嬉しい。そう、昭和初期、平成初期、わかんないけど、平成初期を知らないからわかんないけど、なんかずっと画質一緒。かが歌手の無事の人、服ありがとうございます。そうそう、あれすごいよね、動物園とか水族館のあの箱の中だけ時止まる仕様になってるのかな。私はアイドルになってなかったら今頃何をしてたんだろう。まあ普通に大学を卒業できてたのか、そして今先生をやってたのかって思うと全く想像ができません。うん。わわ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 。タイムマシンなのかな。時止めるタイムマシンとかあるんですかね。進んだりとか止まったりするタイムマシンあるけど、そこの場所にずっと。その時代に止まるタイムマシンってあるのかな、分かんないですね。先生になりたかった、なりたかったっていうより先生にならざるを得ない状況にしかなってないと思いますね、多分な。多分ね。まあなんかアルバイトは社会経験って言うじゃないですか。いろんなアルバイトしてきたけど、この仕事をして生きていきたいなって思ったのに一個も出会えなかったからね。そうそうそう、本当だね、本当だね。クレーンゲームしたいな。クレーンゲームしたい。クレーンゲームしたい。
クレーンゲームがしたいね。得意な人いる？クレーンゲーム。佐賀頭文字の人、福ありがとうございます。最近ね、ぷいぷいモルカンのね、やつがいっぱいあるんですよね。なんかついやりそうになっちゃうんだけど、もう下手すぎるからそうやめるんだよねそう、ちょっと前にね、セガかな、なんかゲームセンターとぷいぷいモルカがコラボしててさ、すごいたくさんの機械の中にね、入ってたりするんですけどね。そう、下手だからね、すごい可愛くてやりたいなって思うんですけどね、いや下手だからやめようってね、ちょっと思いとどまるんですよね。そう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 、そうなんですよね。下手、取れない私は。そう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 、下手、下手です。でもなんかあの機械の中に入ってるからさ、欲しくなるオーラあるよね。なんかモルカーとかもさ、同じようなぬいぐるみさ、普通に雑貨屋さんで売ってたりするの。なんかゲームセンターの中に入ってるのと全く同じようなね、大きいぬいぐるみが普通に雑貨屋さんとかぬいぐるみ屋さんに置いてあったりするんだけどね、普通にその金額払えば普通に買えるんだけど、クレーンゲームの機械の中に入ってるから、なんかもう欲しくなるんですよね。そう、なんか雑貨屋さんにあるとなんかすごい欲しいって思わないというか、まあ可愛いけど欲しいとはなんかあんまなんないんだけど、あの機械に入ってるとね、なんか欲しくなる。なんでだろう。そう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 。機械にね入ってるからこそね、欲しくなるんですよね。謎なんですがね。私はだからガチャガチャ派ですね。ガチャガチャはもうなんか回す楽しさありつつ、お金入れたら絶対にもらえるじゃないですか。まあでもいろんな種類があるからさ、あれだけどさね、いろんな種類があるからあれだけど、まあ、自分が欲しいのが出るかわからないけど、絶対的に景品はもらえるじゃないですか。だからガチャガチャはよくやりますね。10期生11期生の先輩になりますが、ダンス教えるな、なんだっけか、え、何も教えないよ。そんな立場じゃないもん、おっさん。そんな、なんか人に偉そうに教えられる立場じゃないので教えられないです。一緒に頑張ろう方式がいいですね。まあ聞いてきたら教えますけど、自分からさ、はいはいレッスンしますよみたいな感じはしないよそんなさ、そういうタイプじゃない。伝わってください。22時からのギルバトも頑張ろう。あ、ありがとう、あとでねそうそうそう、私はなんかあんま先輩風吹かせる系のキャラじゃないのでわかると思うんですけど、なんか一緒に頑張ろうねっていうタイプで言ってるので、そんな感じです。最初から比べたらものすごくダンスうまくなった小声、いや本当に頑張ってます。上手くなれるように。
タタタタタタ。でもね、最近のみんなね、なんていうのかな、なんかみんな踊れるんだよね、入ってきた段階からみんな。うん、なんかすごいなと思いますね。結構まあでも経験者とかもね多いのかなって思ったりもするんですけど、そう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 、結構48グループってなんかゼロから全く何もない子からなんかこうダンス始める、入ってから始めるみたいなパターンがね私は多いかなって思うんですけど、最近の SKE とかは特に、もともとダンス習ってて、もともとみんな踊れる子がすごい多いですね。そう、最初からもうダンス習ってたりとか多いなって思う。私はそう思わない？みんなも。そう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 、もう入るまでにダンスの基礎とか基本ができてて、入ってくる子がすごい多いから、私もこう負けないように頑張っていきたいなって思いますね。そう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 、みんなすごいよね。みんなすごいよね。さんは本当に00の0からのスタートだったからね、もっと頑張ります。まあかしらもでの人、サイリウムありがとうございます。イエイ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 。髪もっと伸びないかな、うんって思う。今日この頃、伸びた時には切りたいって言うのに、切った時には伸びたいっていう私の髪長い人あるある。そうそう、長い時にはちょっと切りたいなこれぐらいっていうのに、切ったら切ったで早く伸びないかな、伸びていろんなアレンジしたいなとか言い出す。ないものねだり。長い髪でもドライヤーの時間が変わんないんだったら長いままがいいけどね。ドライヤーがね嫌なんだよね、長いとね乾かないからね。そう、嫌なんだよね乾かないから。乾くんだったらいいけど乾かないからね。なんかこの長さ、今のこの私の長さでもね、もう乾かない、もう諦めてるよ、諦めてる最近。良くないんだけどね、美容室の人とか怒られますね、こんなメイクさんとか。ちょっと乾かしなさいって言われますけど、もう諦めてる最近は。ごめんなさい、髪に関わる全ての方へごめんなさい、ごめんなさいってもう謝りますね。もう諦めてる、乾かないから。もったいないもったいない、乾かないんですよ。もう諦めモードに入ってます。もう半分ぐらいびちゃびちゃでも寝ちゃう。半分ぐらいびちゃびちゃでも枕にタオル敷いて寝てしまいます。もう本当にストレスです、髪が乾かないのは。早く、ダメって分かってるけどね、だって乾かないんだもん。涙ちょちょ切れる。今日美容院行ってきた。いいね。最近だから寝癖がもうね、実験失敗した博士みたいになってる。あとほぼ毎日ね、スネを1回か2回かねメールで送ったと思うんだけどね、前髪ね、スネ夫のメール送ったよね前に。本当にね毎日ああなるの、私の多分癖もあると思うんだけどさ、寝相もあると思うんだけどさ、3日に1回ぐらいねスネ夫になるの。
本当にスネ夫だよね。あれメール見た人にしかわからないからちょっと申し訳ないんだけど、そのメールには送ったと思うんですけど、本当に前髪がこう綺麗にね沿ってね、スネ夫みたいになるの本当に。そうそうそう、そうだからね、あれすごいよね。自分でもね驚くんですよ、こんなにあるのかって。すごい、もう前髪がね、この地球にはあの重力がないのかって思うぐらいんな感じになるんですよ。重力を無視した、重力を無視したね寝癖になるのでね。ね、寝相もきっと悪いんだよな。寝相もきっと悪いと思うんですよ。うん。そう。ふさんのお話面白いなって、ありがとう。でもくだらない話しかしないからごめんね。月曜日髪切ったら寝癖収まった。じゃあ火曜日に切ったら収まらなかったかもね月曜日に切ったから収まったんじゃない。火曜日でも水曜日でも土曜でもなく月曜日に切ったから収まった。よかった。俺たまにジャイアンって、ジャイアンの髪型ってなんかどんな髪型だっけ、角刈りだっけな。ジャイアンの髪型ってなんだ。ジャイアンまじまじと見たことがないから分からない。うん、ドラえもん髪がないよね、かわいそうに。ドラえもんに髪が生えたらどうなるんだろう。遊びに来たよ、ありがとう。ボンバーヘッドになったらそのままアニーやればいい、ね、アニーの子役オーディションみたいな密着見るのすごい好きなんですよね、ちっちゃい頃からそう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 、アニーオーディション密着番組みたいなのすっごい見るの好き、前からすごい見ちゃうんですよね。あれなんだいめアニーに決まりました。うん、本当に好き、あの密着。ヘルメットかぶった後、ヘルメットアニーは分からないですね。なんか犬と一緒にいる女の子見たことない、ごめんなさい。赤髪は赤毛のアンじゃない。うん、何が見てるのが面白いかっていうと、あんなにちっちゃい子役の子のさ、あんなにちっちゃい体なのにさ、すっごい響く声が出たりとかしてさ、本当になんか人としてすごいなって思うのがね、そうなんですよね、すごいなっていう思いだけで見てる。そうそうそう、すごいなって、単純に。あんなにちっちゃい体だからあんな大きいホールに響くぐらいの声出したりとかさ、ね、毎日厳しいレッスン受けたりして偉いねって思います。偉いねって思います。すごいよ。すごいよね。私はでも劇団四季を見に行きたいんですよね、個人的に。劇団四季がさ、なんか巡業してくださるのに、広島に巡業しに劇団四季が来てくださった時しか見たことがないから。なんかあるんですよ、名古屋には。なんか拠点みたいなのが
行きたいよ。拠点っていうかなんか劇場があるんですよね。なんかゼップ名古屋の近くにあるよね。わかんない。ゼップ名古屋の近くにある。伝わる人にしか伝わらない。そう、ゼップ名古屋の近くにあるっていうイメージですね。フラッと行けないよね、きっと。でもね、予約前々からしたりとかしないといけないのかな。フラットはいけないと思うんですけど、ゼップ名古屋にも、そう、ゼップ名古屋にあるよ。ゼップ新幹線で名古屋駅着くちょっと前に、本当？新幹線から見たことがないな。ないですね。ないですね。名古屋の劇団し、ん？名古屋の式劇場ではありえるみたいな。ありえる。ありえるって可愛いよね。私あれ好き。ディズニーのさ、ディズニーオンアイスが好き。そう、あれ楽しいよ。ディズニーがスケートしてくれるの、あれ好き。あれ見に行くとね、テンション上がりますね。そうそうそう。見に行ったことある人いる？ディズニーオンアイス。あれめすごい好き。すごい好き、あれ。ディズニーに行ってないのにディズニーに行った気持ちになれるもん。今もやってるのかな、ディズニーオンアイス。聞かないな。やってないのかな、今は。もう昔だけの話なのかな、わかんないな。今をやってるかやってないかわかんないですね。どうなんだろうな。あれもう一回見に行きたいな、あるんだとしたら。でもなさそう、あんま話聞かないもんな。今見てくださってる人の中で見に行ったことある人いなさそうだな。やめよう。やめよう。そのアルバイトして、え、何のアルバイトしてたの？ディズニーオンアイスの？え、じゃあ伝わるかな。なんかさ、ディズニーオンアイス見に行ってさ、なんか舞台とかでもさ、前半と後半の前半ブロックやって、間に小休憩みたいなのがあるじゃないですか、舞台とかでも。幕間っていうのかな、15分とか20分ぐらい、後半戦が始まる前にこの休憩タイムみたいなのがねあるんですけど、ディズニーオンアイスもそんな感じで、まあ、前半あって間があって後半あってみたいなのがあって、前半あって後半になる、その間のところで、そのリンクのところで物販があるんですよ。そうで、なんかね、なんていうの、キラキラ光るステッキ。もうなんかディズニーオンアイスってなんか暗いんですよ、ライブみたいな感じだから。だからサイリウム的な感じで、なんかプリンセスのこうポチって押したらくるくるくるってプリンセスが中で回って、キラキラ光るスティックみたいなのがね売られるんですよ、その前半と後半のね幕の間でね、そのキラキラ光るやつがね。それが欲しくて欲しくて、そう、何回もお願いしたけど一回も買ってもらえなかったっていうの思い出。でもずっと憧れあった、本当に欲しかったあれ。そう、あった、そう、あったよね。ポップコーン売り、あ、ポップコーン売りしてたの。そうそうそう、あれがいろんなやつがあるの。
そうそう、ディズニーもあればいろんな、とにかくすごいカラフルに光ってそれをやってね持ってたりできるんだけど、そうなの、それがねすごい欲しかったんですよね。懐かしいな。ディズニーオンアイスもね何回か行ったことあるけどね、行くたびにね欲しいって言ったけどね絶対買ってもらえなかった。うん、ピエンいいな。そう、欲しい人はねリンクに降りてね、あの買いに行けるの、お客さんもね、いいよね。手に入れて送るか、うん、今はもう大人だから大丈夫今はもうしっかり23歳だからとかいう人がたまごっちなんか持たないよね。なんかそこの会場に行ってなんか5歳とか6歳の時だったから、しかも5歳とか6歳の時ってさ、人がも友達が持ってるものとか欲しくなるじゃないですか。そこの、ね、リンクの下でさ、自分は買ってもらえないけど買ってもらえる子たちは降りて買ってもらいに行くんですよ。それを見るとさいいなってね思ってた。そう、懐かしいよね。うん、好きだったな。もう一回見に行きたい。あるのか分かんない。でもコロナが落ち着いたらどっちにしてもディズニーランドに行きたいですね。ディズニーランドと USJ に行きたいです。私は新しくなってから行ってないので。でも鬼滅のなんとかライド、なんとかライドあるじゃないですか、鬼滅の刃とコラボしてたなんとかライド、名前が分からないけど 4D みたいな感じで乗るアトラクション、あれ乗りたかったんですけどね、もうコロナが落ち着かなかったから行けなかった。うん、でもあれはあの期間限定だったから、もう期間限定だったからね、もうダメだ。マリオは行きたい。でもマリオ行きたいですね。そうなんだかな、コロナがなければねいいのになって思うよね。またいつかの楽しみだな。あ、ジブリも楽しみ。ジブリは11月1日にオープンする。今日ニュース見たよ。昼じゃない、夕方のニュースでやってた。そう、見た、ちょっとだけ。11月1日にオープンするんだって。でちょっとだけ公開するみたいな感じで工事現場をちょっと公開されてて、すごい絶対行こうと思ったけど、多分オープンしてから1ヶ月ぐらいはめっちゃ混むよね。私人混み嫌いだから今年できても行くの来年になると思う。オープンして 1,2 ヶ月は本当にね、何でもそうだけど、そう、どんなところでもそうだけど、お店でもそうだしテーマパークでもそうだけど、開いてから 1,2 ヶ月ぐらいはさもう人がパンパンじゃないですか。そうだからね、そうだからほんとね、私は多分今年できても行くのは来年かなって思いますね。うん、なんかそう、なくなるものじゃないじゃないですか、そのそういうテーマパークとかって。まあなくなるかもしれないけど、いつかは。そんな1ヶ月2ヶ月でなくならないじゃないですか、基本的に。できたらさ、だからそんな急いで行かなくても、なんかできて開いてすぐ行って人がパンパンすぎて十分に楽しめないよりも、なんか人が少ない時に全部回りきれたりゆっくり見れる方がなんか好きですね、私は。そう、人に押されながらなんか展示物を見たりとか、人数制限があってここまでですって言われたりするより、もう空いてから行きたい。あとはレゴランドに行きたい、せっかく愛知にいるから。うん、 SKE の仕事でさね、レゴランドの近くに行くことすっごいたくさんあったけど、
入れてないからね、本当行きたいんですよね。うん、ずっとね、レゴランドだって言ったまま横目で見ながら仕事に行くみたいな、トーク会とか、そうそう、だから行ってみたい。ジブリパーク年パスあったら買っちゃうか。いや、私も買っちゃうかも、年パス。もしかしたら、わかんないけど。いや、フさんね、ジブリ好きなの。トトロすごい好きなの。もう SK でなんか仕事あったら絶対に呼んでほしい、フさん。SK の中で一番トトロ見てるあのトトロがいるってまだ信じてやまないし、トトロのぬいぐるみ、トトロのぬいぐるみがさ家にいる。あとファンの人も送ってくれる。そう、ここと、こトトロとかトトロとかいますね。ジブリパーク会場建設に少しだけ関わったの。すごいねあなた。トトロ選手権優勝できる、本当に。だって将来どんな場所に住みたいですかって言われたら、トトロみたいな場所に住みたい。トトロが出そうな場所に住みたいのは夢、将来の。そう、田舎に住みたい。トトロが出そうな田舎に住みたいですよね。楽しみですね。トトロさん、トトロさん、そう、かわいい、かわいい。大分県トトロのバス停が、あ、なんか知ってる、知ってる。大分行ったことないです。うん、トトロいたら逃げます。逃げないでください、逃げないでください。トトロ、トトロ、逃げない、逃げない。私はそんな怖くないと思う、多分。トトロが出てきても、で、でかいトトロはちょっと怖いかな、わかんないわかんないね。どんな感じで来るかよね、向こうが。なんか警戒されてなかったら仲良しになりそうですね、わかんないけど。うん、基本的になんか動物と仲良くなるの上手な方だとは思うから。うん、トトロって何、クマなんやろ。ん、トトロはトトロよ、トトロ、トトロ。トトロね、そう、トトロ。免疫のジブリショップで我慢しよう。免疫のジブリショップすごいよく行く。栄のジブリショップもすごいよく行く。よく行く、トトロ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 。ねえ、免疫のジブリショップいいよね。栄のジブリショップもいい。免疫のジブリショップには猫バスがいる。よっ、よよ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 よ。ジブリ見たいな。
ジブリって何で見れるんだっけな。見れないのか。見たい。どうしよう。ジブリ作品はもうどうやったら見れるんだ。何で見れるんだ。レンタルビデオ屋さんで借りるしかないのかな。サブスク解禁されてないもん。ないよね、きっと。されてるのかな。公園にトトロの帽子の人来るで嬉しい。トトロに なった気持ちになれば、名前呼ばれた気持ちになるんだ。すごい幸せなポジティブシンキング。トトロは夏休みによくテレビで放送して、私思うんですけどさ、あのディズニーってさ、あのディズニープラスみたいな、そのサブスクが解禁されたじゃないですか。そう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 、今までは見れなかったけど、ディズニープラスだったらもうディズニーの作品が全部見れるよみたいな感じあるじゃないですか。そんな感じで、あのジブリもジブリだけのサブスク解禁したら絶対にみんな入りそうじゃないですか。少なくとも私は多分入るよ。なんか内容とかさ、見たことあって分かっててもさ、心が浄化されるからさ、見たくなるじゃないですか。ポジティブシンキングって歌う機会あったっけ。ソーダさんの卒業公演で歌いました。でも泣いて歌えませんでした。そう、ジブリないからさ、ジブリだけのサブスク解禁したらいいのになね。 DVD 集めようかな。ね、そうジブリだけのねサブスク、まあ全然ディズね、あれじゃなくてもいいけど、それだけじゃなくてもいいけど、普通にサブスクで見て見れるようになった。ラピュタ推し。ラピュタパン、ラピュタパン食べたい。誰か作って、いや誰か作ってねん。誰か作ってねん、誰か作ってねん、誰か作ってねん、何か作ってねん。ラプタパン作れるんだってよ。なんかね、なんだっけな、何で見たんだっけな、ツイッターだっけ、ツイッターかインスタグラムでね見た。ジブリ飯っていうらしいよ、そういうそういうの。そうジブリの中で実際にあの食べたりとかしてるご飯を実際に作って食べることはジブリ飯っていうらしいよ。あのなんだっけな、千と千尋のおにぎり、おにぎりとか、あとラピュタのパンとか、あとなんだっけな、なんだっけ、あとなんかいろいろあるでしょ。トトロしか見たことないからごめんけど、わからないんだけど、そうそう、目玉焼きトースト的なやつ、そうそうそう、なんか食パンにマヨネーズで囲って卵を落としてみたいなやつですかね。パン作れる機械、8000円から2万5000円ぐらいの幅で。パン作れる機械、パン作れる機械実家にある。本
本で売ってなかった物語に出てくるものを再現したやつ。え、そうなのかな、わかんない。さつきのお弁当は桜伝武となんだっけ桜伝武とあとなんだっけあの魚、なんていう魚だっけ、釣りとかの餌になる魚、なんだっけな、なんていうんだっけあの魚、魚釣りとかでね、アジじゃなくてなんだっけ、魚釣りとかでよく餌になる魚、アジぐらいの大きさなんだけど、なんだっけな、めっちゃもやもやする。誰か調べてください。さつきのお弁当って誰か調べて魚を出してください。頼んだ。私はショールームをしてるから検索ができないから、誰かさつきのお弁当って検索して入ってるものを全部教えてください。心優しい誰かがいたら。気になって夜しか寝れない。誰か調べてね。何と何が入ってるの？さつきのお弁当は。さつきのお弁当に入ってるラインナップを全部教えてほしい。全部教えてほしい。さつきのお弁当。目指しはちょっと初聞きでしたね。目指し。伝武。あ、目指し桜伝武豆梅干し。目指しだって。あ、私なんかと勘違いしてた。なんかだと思った。あの魚釣りでよく使う、魚なんだっけ。目指しじゃないんだよな。イナゴみたいなやつ。イナゴ、アナゴ、わかんない。え、魚釣りでよく使う魚なんだっけな。なんだっけ、魚釣りでよく使う魚なんだっけな。なんだっけ、え、なんだっけ。目指し伝武グリーンピース。みんな明日のお弁当の献立決まったね。これで目指しと伝武と豆と、そう、イワシもあるよね。イワシもあるし、アジもあるんだけど、他にもさ、なんか魚釣りで使うさ、なんかなんだっけな、イナゴじゃなくてなんだっけ、忘れたわ。もう本当に言葉が出て思い出せない。誤解なんだろうな、なんだっけな、魚釣りで使う、なんか魚いるんだよな、それと勘違いしてた。名前がちょっと出てこない。なんかちっちゃい魚なんだけど、なんだっけあれは、なんだっけ、魚なんだよな。エビじゃなくて、アジでもなくて、イワシでもなくて、シシャモでもない、なんかの魚でさ、魚釣りできるはずなんだけど、それの魚と間違えてる私。シカカシラマジの人、ハートありがとうございます。でもちょっと出てこないわ、コメントに。あ、キビナゴだ、そうだキビナゴかな、キビナゴな気がする。そう、キビナゴと思ってた、あのさつきのお弁当に入ってたの。そうそれかと思ってた。そしたら何だったっけ、結局答えが分かんなくなっちゃった。結局なんだっけ、あ、目指し。はい、みんなで暗唱しましょう。さつきのお弁当の中身は、桜伝武、あ、違う、目指し桜伝武豆梅干し。はい、みんな復唱して、せーの。さつきのお弁当の中は目指し伝武豆梅干し。これでもう間違いなく
ジブリパークができたらもう就任できるね、お弁当マスターに。みんなの明日のご飯はそれね。みんな明日お仕事ある人いるでしょ、みんな会社員の人とか、みんなそれを作ってもらう人は作って、いつも自分で作ってもらえる人は自分で作って会社に行こうね。そして麦わら帽子をかぶってかわいい。さつきのお弁当の中は目指し桜伝部梅干しですね。違います、目指し桜伝部豆梅干しです。4つ覚えた覚えた。まずお弁当を用意します。白いご飯を入れます。白いご飯の上に桜伝部を入れて、あのししゃもと豆を入れて、目指しを入れて終わり。スーツに麦わら帽子をかぶって桜伝部を買ってきて、豆を買ってきて、梅干しを買ってきて、目指しを買ってきて、作りましょうね、みんなで。かわいいさつきちゃんのご飯。かわいいさつきちゃんのご飯です。さつきって名前いいな。でもメイかさつき両方かわいいよね。メイはかわいい感じがする。さつきは綺麗な感じがするよね、名前。両方いい名前。ジブリ弁当、明日の朝はラプタパンですか。いいな、私もラプタパン食べたいけど家にトースターがないから食べれない。悲しい、悲しい時、悲しい時、家にトースターがない時。カンタくん、カンタくんかわいいよね。北風小僧のカンタロウかわいい。うんうんっていう人かわいい。ツンデレですね。でもあれだよね、あれでしょ、ああいう塩みたいなね態度したり、女の子に意地悪しちゃうのって好きってことなんでしょ。私はちっちゃい頃は分からなかった、なんで意地悪するんだろうと思って大人になってね教えてもらった。そう、幼稚園のちっちゃい男の子とかが好きな女の子にちょっかい出したりとか意地悪したりするのって好きなんでしょ。私はそういう気持ちがわからないからね、好きな人には優しくしてほしい派だからわかんないけど、そうそうそう、そうなんでしょ。じゃあカンタはサツキのことが好きってことかねえ。今回で忘れてたのね。私の話はしてないですね、さつきちゃんの話ですね。話してないことが広がるのは怖いです。すぐ頭文字の人、服ありがとうございます。意地悪した方が記憶に残る。そうなんだ、ふっぴーちゃんはそんなことなかった。ふっぴーはそんなことなかったですね。でもフッピーは典型的な、あの小学校低学年の頃
小学校低学年の頃はもうほんと典型的で、足が速くて頭がいい子が好きでしたね。みんなが好きな子が好きでした。そう、なんでだろうね。かけっこで一番になった子が好きになってた。典型的なやつ。ふさんの初恋はそうよ、それよ。だからそれそれ、あの6歳の頃よ。6歳ぐらいの頃にかけっこが一番の子がかっこいいなって思った。足が速くてかっこいい、ただそれだけ。テストで100点取ってかっこいい。あと100マス計算が速い子かっこいいなって思ってました。なんででしょうね、わかりません。そう、100マス計算をみんなで用意スタートって先生が言って、ババババってやって、できた人から入って手を挙げていくんですけど、100マス計算が早い子かっこいいなってなんか思ってました。なんででしょうね。100マス計算、おかっこいいね、かっこいいね。結構では負けなかったので、同じ時代に来てたらふさんに好かれたかな。それかつ100マス計算です。100マス計算が早い。100マス計算、100マス計算が早い。私は100マス計算がすごく苦手でした。そう、私はすごいね、苦手でした。今でも苦手ですね。足し算と引き算、なんか足し算は得意なんですけど、私引き算が苦手なんですよね。例えば 7-5 とかは2とかできるんですけど、なんだろうぴったり、そのなんていうの、 10-7 は3とか、なんかぴったりなら、ぴったりぴったり同士ならわかるんですけど、なんか 17-8 とか、そういうなんかぴったりじゃないものから引くのがすごい苦手ですね。100-3 とかぴったりの数字から引く、何かを引くのはなんかできるんですけど、なんかバラバラの数字、98-57とか、そういうなんかぴったりの数字じゃないもの同士の引き算嫌い。今でもできないですね、それは。足し算はできるんですけどね、なんか引き算はねちょっと苦手なんですよね。そうできないんですよね。なんかできるけどできない。そう、なんかちょっと頭おかしいことしちゃうんですよね。なんかついこの前、今週中のいつかなんですけどね、なんか100コンビニでなんかジュースとなんかお菓子かなんか買って、157円だったんですよね。157円ぐらいで、157円ってさ、160円出したら足りるじゃないですか。何を打ち迷ったのか、157円って160円じゃ足りないと思って、なんかわからないけど202円出したんですよ。意味わかんなかった、自分でも。えと思って、帰ってきてお釣り見た後に、めっちゃ気持ち悪い出し方したと思って、気持ち悪いっていうか意味ないお会計したなと思って、なんか意味がないことしたって思ったんですよ。でもなんかとっさに157円ですって言われて、160円出せばいいのに、なんか足りないと思ったんですよ。なんか200円以上足りないと、なんか足りないと思って、そう、何を打ち迷ったかわからないんですけど、すごい気持ち悪いことをして、本当にもう人間でごめんなさいって思いました。そ
そうそうそう、なんかもう焦る。焦るんですよね、レジって。なんかあのお会計する時ってさ、なんか後ろに人がいるとかはあんまりあの焦らないんですよ私。そう、なんかなんだろうな、もう自分の番じゃないですか。そのだからといってわざとノロノロ財布から出すとかはしないですけど、後ろに人が並んでいる状態が焦るっていうより、私はこうお会計してる時にあの財布を開いて お金をこう出している姿を店員さんにまじまじ真正面で見られるのがあのすごい緊張しちゃうんですよね。なんかはははってなっちゃう。なんて言ったらいいんだろうな。そう、後ろの人にあすいません早く払うんでっていうよりも、なんか目の前で見られる方がなんか緊張というか、なんか見られてる感がすごいあるから、そうだからそれでね、なんか血迷っちゃうんですよね。血迷って意味のないお会計をねしちゃう時があるんですよね。そうそう、出したお釣りそのまま帰ってくるみたいな、レジ通しても同じ金額のお釣り帰ってくるとかもありますね。そうそうそう、だから出さなくてもいいんですよ。出さなくても持ってればいいのに、そう私が出しちゃうからそのまま帰ってくるみたいな、意味がない、往復しただけお釣りがとかよくありますね。そう、セルフレジあるところは絶対にセルフレジ使うし、そう最近は結構だからネット決済、そうなんかタッチで決済することも多いですね。現金で払わなくもなりました結構。そうそうそう、すごいなんか緊張しちゃう、目の前で見られると。しかもなんか店員さんもさ、きっと早くレジを押したいからさ、例えば1002円とかだったらさ、その2円出してくれるかな、それとも1010円かなっていうのをさ多分見てると思うんですよね。そう、早くこの何円もら預かったかっていうのを打ちたいから、そう小銭で1002円だとしたら2円出すかな、それともないから5円出すか10円出すかみたいなのを多分見ながらすぐ打ちたいと思うから、そのオーラを感じるんですよね。だからねすごい緊張しちゃうんですよレジ。そうだからねすごいねおかしなねお会計をしてしまう時がねあるのでね、申し訳ないです。いいよねキャッシュレス決済、いいよね、わかる。あとクレジット割と使うこともあるんですけど、なんかクレジットってさ、なんか使うだけでポイント貯まるじゃないですか。現金だとポイント貯まらないけど、クレジットだとそのクレジットカードにポイントついたりするから、結局なんかお得な気してきたりとかしますけど。そうそうそう、だからねみんなも気をつけてください、本当に要注意ですよ。まあみんなは賢いからそんなことないと思うけど、私は賢くないのでそういうことがありますね。はい、ということで9時も過ぎたのでそろそろ終わりにしようかなと思います。今日のあと1時間で戦あるし、みんな今日もありがとうございました。寒いのでみんなココアなど飲んでくださいね。この前ケータリングなんかの、この前仕事であったケータリングであったなんかカフェラテかカフェオレかなんかカフェなんちゃらみたいなやつのスティックの粉が美味しかったんだけど、あれは何なのかもう思い出せない。困った、もう本当に困ってる。あれはあと飲みたい私も、まあ、みんなもそんな感じでなんかあったかいものを飲んで体調には気をつけてくださいね。それでは皆さんおやすみなさい。
バイバイ。